神奈川県、ひン、み、21歳、えー。私は21歳のフリーターです。ガクトさんは、スナックで働く女をどう思いますか。私は塾でバイトすることになったのですが、週に2日しか働けないので収入が少ないため生活していけません。そこで、短期間ですが、スナックでバイトしようかと考えています。でも、世間的に水商売は、あまりいい印象ではないので迷っています、マヨティマス。ガクトさん、アドバイスください。えー、モリモリ。 もり元気ですねはい <laughs> えー塾のバイトしてるんだなはい何の塾なのあの普通の学習塾です何教えてるわけいや教える方じゃなくて、うん、あの塾の事務の方であの生徒さんに案内してあげたりとかああ<ー>学<う>、ね、生徒さんに説明したりとかの方ですなるほどなはい でも珍しいよね、週に2日しか行けないって。そうなんですよ。なんか慣れてくれば、増やしていくっていうことを塾長から言われてるんですけど。うん、ええ、まあ、そんなひとみちゃんはお金を貯めて。はい。何か目的があるの。はい。ちっちゃい頃から、介護の方で興味があって。え、うん、介護ヘルパーの学校に通うために、お金が必要で。うん、で、十万くらい。 めて通いたいたんですよ、うん、ってことは週に2回だよねはい熟はで月に大体いいどれぐらいの利益があるの時給800円なんで大体いい2万くらいですね、うん、2万じゃ生活できないよねできないです、うん、で水商売をしようと思ってるんだはいうんその水商売っていうのは時給いくらなの 時1500円で1日5時間労働なんですけどうん1500円って安いねあそうですかうん安いねでもなんか求人誌とか見ても結構1500円とか、うんうん、1800円とかそれぐらいですああそうかスナックだからがはいそうだよねスナックなんだな、ね、はい 例えばねそのスナックのほかに選択肢としてキャバクラだったりクラブだったりとかさそういうのはあったわけでしょはい、うん、それはキャバクラとかはシミとかあるし、うん、他の女の子とうまくやっていく自信がないので、うん、キャバクラで働く気は全くないんですよなるほどねはいで働こうとしてるスナックはもう決まってるわけだはい、うん、実はあの知り合いの,、うん、あの女の人にうん 今スナック業界だと女の子不足だからうち、ん、で働かないって誘われてるんですちなみにそのお店の名前はエリートっていうところですスナックっぽいね <laughs> 行ってみたはい行ってみました一度だけ見に行ったんですけど、うん、落ち着いた雰囲気で、うん、お客さんと女の子が結構仲良く話してて、うん、結構私はなんかスナックってもうちょっと。 なんかいやらしいイメージなのかなって思ってたんですけど。あ,あ、今までひとみちゃんはそういうところを覗いたこともないし、働いたこともないと。はい。っていうか、働きたいなら働きなよ。え <laughs> っていうか、何を迷ってることがあるの。<laughs> やっぱりなんか世間から打って、そういう水商売系って <laughs>、うん。なんなの、あの子みたいな <laughs>。そうかな。それ、どの世間なの。なんか。 結構引け目じゃないですかみんなから見て「えっ水商売やってるの?うん」みたいなうんそう人ちゃんの言うみんなって自分の周りの友達とか、うん、それは間違いなくとみちゃんの周りの友達だよねはいうんけど世の中全般がそうかっていうとそうじゃないと思うけどねそうですか僕は僕は水商売働いてる子たちがダメか、はい、世間的に後ろめたい部分があるかっていうと僕はそんなふうに見たこと一度もないしね なんですかうん水商売がどれだけ大変かってことを僕も分かってるし、はい、すごい大変だからねはい、うん、でそのすごい大変なことに対してでもそれでもまだ割が合わないギャラもちろん世間的に見ると金額的には高く見えるかもしれないけれども、はい、実際にはすごい大変だなってやっぱり今でも思う でそれを見てて「水商売はどうのこうの」って言ってる人たちの方が僕は正直おかしく見えるっていうか働いたことあんのって思うし本当に知ってるのって思うしうんまあどうなんだろうなまあ例えばね世間体を気にするんだったらやめればいいし、はい、一体これってって誰の話なのかってことだよね。 ひとみちゃんの周りの友達のためにやってることなのかそれともひとみちゃんのためにやろうとしてることなのかって誰のためにやろうとしてることかってことがすごく大切なわけでひとみちゃんは今後世間体を気にする生き方を選ぶのかそれとも自分がやりたいことをやっていくのかどっちかってことだよねそうですねだってね僕らの仕事だってね言ってしまえば未知商売とよく似てるよはっきり言ってそうですかすごい似てると思うよでもそれは ある部分においてはそうだと思うし、ある部分においては違うと思う。はい。でも、例えばそれはテレビに出ているから違うとか。はい。もう、僕はそうは思わない。みんな、そういう意味で、例えば、うん、見に来る、例えばファンの人たちを喜ばせたいと思う気持ちや、楽しませたいと思う気持ち。はい。うん、っていうのは、 もしかしたらお店に来るお客さんを楽しませたい、喜ばせたいって思う気持ちと変わらないのかもしれないし、それをもしかしたら水商売とマクドナルドやロッテリアやアファーストフードのお店の人たちと変わらないのかもしれないし、もしかしたら僕からしたら流れ作業の中で仕事をしていてマニュアル通りの言葉しか言わない人たちの方が帰っておかしいんじゃないかなと思う時もある。 それで時給600円で世の中からは普通の仕事だと思われてるかもしれないけれども人間的な考えではなくて用意された誰か他人が用意したマニュアルの言葉しか話さない仕事場で人と接し合うのっておかしくないああそう言われると。いらっしゃいませこんばんは何なさいますか全部自分が思ってることじゃなくて用意された言葉でさはい<ー>、うん、それって別にさ人間じゃなくてもできるでしょ 別、ね、にひとみちゃんじゃなくてもできるでしょうはい、うん、それを疑問に思わないっていうのは僕はどうかなと思うけどね、えー、それを世間的がいいものとして認めてじゃ自分たちで考えて自分たちで喜ばそうとする仕事がダメだって言われるのはどうなのかなって思うよねもちろんよし悪しは共にあると思うよはい、うん、ただその世間体っていう言葉を、まあ、使うのは僕は正直好きじゃないしさ うん、一体何の世間なんだろうなって思うしね入ったことのない世界のことだからきっと想像でいっぱい頭が大きくなってるんだろうけど、はい、やってみたら分かるよねどれだけ辛いことも大変なことがあるかってことも、はいうん、ただ僕は、ね、いつも思うのが、はい、決してねその仕事をやれとは言わないけれども、はい、水商売をやってると 一つ僕が今まで生きてて思ったことは世の中の汚いところもすっごい見ることになるんだよ。はい。で、ドロドロしたところもすごい見ることになると思うの。でもそれを見た上で自分で正しいものと悪いもの間違っているものっていうのを判断できるようになることが一番大切なんじゃないかなって思う。 誰か他人から与えられたこれは正しいことでこれを間違っていることでっていう情報ではなくて自分の目で確認して自分の目で感じて自分で触れることで、はい、こういうことが汚いことこういうことが綺麗なことこれは正しいことでこれは私は違うと思うことっていうことを自分の経験の中で判断していくことがすごく大切なんじゃないかなって僕は思う。はい、そうですねねまあとにかく、ね やってみないと分かんないよ。悩んでるんだったらやってみたらいいし、うん、まあそこで答え出していいんじゃないの、ね、まあ、それでも世間体が気になるっていうんだったら、世間体の気にならない仕事をやればいいだけの話だからさ。はい。うん。ただそれだけのことでしょう。はい。うん。あんま考えることじゃないよね、きっと。はい。まあ、自分が思う方向、まあ、ほとんど答えは2つに1つなんだから、はい。うん。あとは決めて行動するだけだと思うよ。 はい、うん頑張ったなはいありがとうございますはいやっぱりいまだにいるんだなうん世間体を気にするっていう言葉をみんな言うけどね世間体って何なんだろうね何が世間なんだろうねまあ僕は非常にくだらないものだなって思うけどね